大場と申します。よろしくお願いします。私はですね、なんかネットが繋がっちゃった。彼女からメッセージを来ちゃった。ちょっと Wi-Fi を切るのもあれ、まあいいや。なんかあんまりエッチなあのメッセージが来ても突っ込まないでください。ですね、私自身はあの実はね、本当はあのエネルギー政策の専門家なんですけど、まあ、ちょっといろいろ縁があってこういうデータサイエンス研究所っていうところでいろんなお客さんのデータ解析とかやってるんですね。で、今日はブッチーさんに何か数学で喋ってって言われて、まあ、私がですね、あの、まあ、AI の仕事も少し今かかってるんですけど、やるようになったのは4年くらい前で、その時にあの感じた自分の憤りをですね、ちょっとご紹介しようかなと思って。で、まあ、私はあの開発する人間じゃないので、あのそんなにあのオリジナルなあの話じゃないんですけども、あのまあ、意外とみんな知らないんじゃないかなと勝手にあの信じてですね、あの、まあ、かあの多分自分で作ってらっしゃる人とかは何も意識せずにあのベース定理とかって使ってると思うんですけども、それがあのなんていうんですかね、どういうこう歴史があるかみたいなことを、まあ、ちょっと簡単に話していければなと思います。まあ、そもそもですね、私のあの疑問はなんでこうベース主義確率って高校で習わないんだろうっていうのが、まあ初めてこの分野に触れたときに、別にこんなの高校生でも分かるやんけというふうに思ったんですけども、極めてこう排外的にこう教育されてるなというふうにまあ感じて、で、おまけに、あ、ちなみにあの頻度主義とベイズ主義の違いが分からないって方、この中でいらっしゃいますか？あ、結構いらっしゃいます。じゃあ大丈夫です。はい。あのじゃあ覚えて帰ってください。まあ、今日はお話しするのは、まあ、確率には実は主に2つの、まあ、流派があるという話です。で、あの高校とかで習うあのサイコロ振って、6分の1の確率みたいな、でそれであの、足したら 5になるのは、どんだけの確率でしょうみたいなものをなんか、入試勉強とかで やらされた覚えがあると思うんですけども、あれはあの、まあ、この分類でいうと頻度主義というあの確率で、まあ、一般的にに学校で習う確率です。で、一方であの、まあ、人工知能とか機械学習とかで主には、使われている、なんていうんですかね、まあ、必ずしもそういうわけじゃないんですけども、柔軟に使われている、まあ、ベージュ主義という確率の考え方があって、まあ、結構似て非なるもので、なんかこうまあいっかって思うぐらいよくこうなんですか、違いが分かりにくいものでもあります。でそういうものが出てきて、これは一体何だっていうふうに、まあ、最初戸惑ったんですね。で、まあ、簡単にあの違いだけ最初にあの説明しますね。まあ、例えばこれ上 の, あのサイコロ、これあの、世界で最高精度のサイコロと呼ばれているもので、なんか 99.99999 ぐらいの精度で、正確に6分の1の確率で各目が出るように、まあ、重心設計がされているサイコロで、一応 Amazon で売ってるんですけども、というふうに言われると、このサイコロ振ったらかなり高い精度で6分の1で目が出るだろうというふうに皆さんなんとなく信じられてると思うんですけども、まあ学校で習った確率っていうのはそういう感じですよね。仮にこのサイコロが正確に6分の1の確率で、各目が等しく出ると仮定したときに、例えば6が出るのは、まあ、当たり前なんですけど6分の1というふうに、まあ、そういう仮定して、その前提の上でいろんな確率を計算した、と思います。で、こういう考え方を、まあ、頻度主義というふうに言って、まあ、ある意味ではこのサイコロを振ったときの各目が出る確率が等しいというのが、まあ、これ仮説と言ってもいいと思うんですけども、まあ、確率の言葉では母数とかモデルと言ったりとかしますけども、それが正しい時に、振った目がですね、何になるかっていう確率を考えるような、確率の考え方になります。で、一方ですね、ベイズ主義というのは、まあ、これ例えばこれなんだっけ、お菓子が入ってるようなあのサイコロのお菓子ありますよね、段ボールかなんかですけど、
こういうこうでもほぼほぼ立方体で、まあ多分ほぼ6分の1だろうというふうに思うんですけども、どういう偏りがあるかちょっとわからないですね。でこの、まあ、ほぼ6分の1だと思われるサイコロで振った時に、まあ、どの目が出る確率っていうのを考える時に、まあ、これ僕の解釈もちょっと入ってますけど、でも問題はですね、この仮説自体が確率変数なんですね。つまりこうこの下のサイコロを振ってみて、振った時に求めようとしているのは、この目が各々出る確率はどれぐらいでしょうか。つまりこのサイコロの、仮説というかモデル、各面がどれぐらいの確率で出るかっていうのを、考えましょうっていう発想なんですよ。つまりなんか母集団のこうモデルを見ようっていうのがベイズ主義で、こう振って出る目っていうのは、まあ、データに過ぎないっていう考え方なんですね。で一方また戻ると頻度主義っていうのはこう理想的な世界があって、で、出た目っていうのは必ずしも均等に 1,2,3,4,5,6 って出ないけども、まあ台数の法則ってなんか習ったかもしれないですけど、めっちゃたくさん振っていくと究極には6分の1に近づくだろうというふうに、まあ、信じてるわけですよ。まあ、そういうふうに究極の世界を信じた上で の、 確率の世界のことを、まあ、頻度主義というふうに言います。で、まあ、まとめるとこんな感じになっていて、要するになんかおかしい、ここが 定数に、なると思うんですけども、頻度主義では、振った目をサイコロっていうのが6分の1というふうにもう決めてしまって、あと出た目っていうのがどういう確率になるかっていうのを考えていて、でそうですね、そうなんかおかしいな、まあいいや、でベイズの方は、あ、こっちが定数ですね、ここが定数ですね、出たデータしただけがもう真実なんですよ。サイコロの構造分からないので、とりあえずめっちゃ振ってみて、で振って出たデータありますよね、それだけが得られている情報として、これだけがもう定数として考えて、で振って出た結果からサイコロがどういう歪みがあるかっていうのを考えましょうというのが、まあ、ベイズ主義です。っていうふうに言われると、なんだ大したことないじゃんっていうふうに思うかもしれないですけども、これがなんか結構魔力的な違いがあって、歴史的に250年ぐらい論争があったという、そういう数学の歴史があります。で、まあ最初にですね、あんま時間がないので書き足で言うと、まあベイジアンっていうぐらいなんで、ベイズさんが最初に言ったんですが、まあ、この人はあんまり大したことやってなくて、後ろ向きでボール投げた時にテーブルの場所にどこに当たったかっていうのを一回投げて、その後にいろんな人にたくさん球を投げてもらって、自分が投げた球よりも右に行ったら右って教えてもらって、左だったら左って教えてもらって、例えば100個投げて100個のうち60個が右だったら、多分6対4ぐらいの場所に自分の球があるだろうと、まあ、今でいうモンテカルロ法って言って、たくさん打って、その個数で比率考えたりするのと近いんですけど、っていうのをまあ考えたんですよ。まあ、最初は神の存在証明とかをやろうとしたみたいなんですけど、っていうのをなんかメモ書き程度に書いたのを、まあ、プライスさんでしょうが論文にして1760年にまあ一応出してます。なんですけど誰も注目しなくて、ほとんど葬り去られてます。で、まあ、このプライスさんでも実は結構すごい人で、アメリカの独立とかにも深く関わった人です。で、でこれをですね、ちゃんとした数学者の、まあ、ラプラスというフランスの研究者が、まあ、全く独立にベイズの10年後ぐらいに25歳の若さで天文のデータがあまりにもこうばらつきが激しいので、これデータ本当に信じていいのかということを、まあ、考えている時に、まあ、ベイズが考えたのと同じような式にたどり着いてます。
で、その何年か後にさっき出てきたプライスさんと、プライスがフランスに行った時に出会って、あ、俺その論文書いたよみたいないうふうになって、あ、やっぱ俺すごかったとっていうことを聞いて、まあ、結構晩年にあるんですけども、最終的にそれを定式化してまとめたのが、まあ、ベイズの定理というもので、まあ知ってる人が見たらめっちゃ簡単な話なんですけども、まあまあいいや、あまり式で説明するとすごい大変なんで、まあ当時ラプラスは、まあ、男の子の方が女の子よりも優位にたくさん生まれてるとかですね、あと当時太陽系は、木星と土星がこうだんだんこう、ぶらついて最後にどっか飛んでってしまって、太陽系は不安定なんじゃないかっていうふうに考えられてたんですけども、それが安定していることを証明したりとか、あとハレー彗星とかの彗星が太陽系内の塵からできているなんていう仮説を、まあ、検証したりということをやってました。で、まあ、一応これで式はできたんですけども、この後がまたこれ1800年なんですけども、あんまりこう応用例がなくて、統計学的には沈黙というか暗黒の時代になっています。で、1900年に入って、だんだんですね、さっき言ってた頻度主義の統計学の方がだんだん発展してきます。で、まあ、いっぱいいるんですけども、まあ、代表的なのがフィッシャーとかピアソンっていう、数学者で、彼はですね、まあ、ベイズ統計に対してこういうふうにものすごい罵詈雑言で完全に葬り去らなければならないとかって言って、まあ、喧嘩します。で、これで、まあ、フィッシャー結構力強かったんで、1940年代にもう統計学会の中では、ベイズ主義はやっちゃいけないということになってしまいます。まあ、なんでこうなったかっていうと、まあ、難しいですね最初に多分こうだろうっていう仮説を考えて、それが正しいかどうかを検証するんですけども、その多分こうだろうっていう最初の想定が山間なんですね、ベイズの場合は。その科学者なのに最初に山間想定するとはけしからんというので気持ち悪さがあるんですけども、まあ、そこからこう、いろんな人に批判されると。なんですが、学会では多分なんですけども、軍事研究で結構応用されていて、第一次大戦の時はフランス軍が大砲の軌道計算とか、あと弾薬の品質管理っていうのに応用されてました。で、二次大戦の時は、まあ、有名なエニグマの、解読とか、あと U ボートの探索なんかに使われてたんですけども、まあ、こうした研究っていうのは、まあ、数十年間機密扱いになっていたので、あまりこう学術研究として表に出ることがあんまなかったということになります。で、さらにですね、50年代には、まあ、これも独立にですけども、自動車保険の設計とかですね、あとこれも結構すごいんですが、核兵器を積んだ爆撃機が墜落する確率とかを計算しています。で、見事に61年に、墜落じゃなくて落っことしちゃうんですね、水爆をスペインに。 で、で66年に落とした水爆をさらに探すという、その時にもベイズ推計が使われて、なんか村人がなんかあっちに落ちていくものを見たみたいな証言とかを計算に入れて、見つけて、こんな風に、発見するというようなこともありました。他にも原発事故の確率とか、あといなくなっちゃった潜水艦を探したりとか、あとはこれはもう結構長い歴史があるんですけども、タバコと肺がんの因果関係の証明なんかにも応用されて、フィッシャーなんかはタバコと肺がんの因果関係をベイジアンが証明したときに、いや、それはないと、肺がんの人がタバコ吸いたくなるんだっていうふうに、まあ、彼は考えたりとか、あとある遺伝子があって、その遺伝子を持つとタバコ吸いたくて肺がんになるっていう遺伝子があるっていうふうに、まあ、因果関係がないというふうに、まあ、フィッシャーなんかは考えたんですけども、それが否定されて徐々にベイズ推計がまあ受け入れられるとなるんですけども、なかなかですね、学会としてはあんまり広がらないんですね。で、
なんですが、まあ、だんだんですね、まあ、ベーズの、まあ、革命的だったのは、結局あの1回とか2回しか起きないような出来事にすごい強いんですね。で、頻度主義の場合は何回も無限に思考するとようやく分かるという種のものなので、で、そのコンピューターとかがどんどん出てきて、まあ、持ってかれる方法みたいにこうなんですか、闇雲にテストして、その結果でこう仮想的な、まあ、シミュレーションですね、シミュレーションを結果から、モデルの正しさを、検定するというようなことがどんどんできるようになってきて、まあ、一気に、その実力が発揮されることになるんですけども、まあ、最近ではもう翻訳とか画像認識はもう言うに及ばずですけども、まあ、昔から迷惑メールのフィルターなんか、使われて今に至ると、まあ、これはあの機械学習とかの、設計には、まあ、隠すことのできない考え方なんですけども、まあ、さっきあの軍事研究が中心だっていうふうに言いましたけども、日本のこう大学の設立の、まあ、歴史からですね、まあ、戦前も含めて、まあ、統計学部っていうのがないっていうのはよく言われることで、まあ、全部あの工学部統計学科とか医学部統計学科みたいな形に格論になってしまっているっていうのもあって、あんまりこう体系的に教えてる先生もいなければ、学校の教科書にも取り入れられなかったというのが、まあ、悲しい、まあ、歴史というか残念と。でアメリカとかイギリスはそういうことはないので、結構ガンガンやってる人がいるというような歴史的な背景があるっていうのは非常に残念なんですけども、まあ、今はそんなこと関係ないので、あの皆さんにガンガンやっていってほしいなというふうに思います。こんな感じです。ありがとうございました。何かご質問などあれば。因果関係の証明ってこの前のスライドにあるじゃないですか、はい、因果関係の証明ってサイエンスにおいてありえないですよね。何をもって因果関係の証明、何ができたら因果関係の証明なんですか。ビーズに頻度主義においては因果関係の証明ってのはないんですよ、うん、だってでベーズに関してはモデルの確からしさに対する信念の度合いがこう幅を持って集約されていくっていう考え方なので、だから何パーセントの有意差、例えばモデル A とモデル B があった時の相対的にモデル A よりモデル B の方がより、説明力が高いという比較、それは因果関係の証明なんですか。 100% は絶対ないです。ですから、うん、はい、だとしたらなんかあの遺伝子があってたまたま両方起こしてるんだっていう元々の理論を覆したみたいな。あ、それは一応されていて、例えば同じその遺伝因子の持ってる持ってないっていう過程で計算していくと、あの同じ条件下でタバコを吸った人と吸ってない人で、吸ってる人の方が優位に肺がんになってる人が多いっていうのを計算で出していくと、あ、で確率的にだから遺伝子があるっていうよりは因果関係がある確率の方が高いっていうのを。そうです。だから中には肺がんと、タバコ吸いたいっていうのと両方成立するような遺伝子を持っている人も中にはいるかもしれないけど、全体として見ると、吸わないよりも吸った方が肺がんになる確率が高いというモデルの方がより現象を正しく説明しているっていう。なるほど。そういうことです。わかりました。はい、というふうに結構ね、おってなるんですよ。普通の人間の直感だと因果関係っていうのは存在しないので、それでこうみんな気持ち悪くなっちゃって、あの結構プラグマティックに、まあ使えるからいいやぐらいの感じであの確率を使っちゃうんですけど、厳密に言うと結構難しい問題です。ありがとうございます。他に質問。さっきも少し言ったんですけども、こう回数を何回もできないような
現象ですね、に対しての応用例はもう極めて優れているので、例えば DNA の解析とか、さっきのサイコールとかもそうですけど、やろうと思えば何回でもテストができると思うんですけど、そういうものであればあまり結果変わらないでいいんですね。なんですけども、例えば明日何をしたいとか、なんかもうそういうこう、要素が多すぎて、そもそも厳密な確率っていうものが存在しないようなものを対象にするときっていうのは、頻度主義はほとんど太刀打ちできないので、とりあえずざっくり28でなんかこれ起きるんじゃねみたいな出来事に対して、データの修正をかけていくみたいな、要するに応用範囲が圧倒的に広いという、その代わり厳密な値が求まらないっていう話です。何質問ありますでしょうか。では、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。